フランス委任統治領シリア、マンドットフランセエヌシリー国の標語、なし国家、祖国を守る、者たちよフランス委任統治領シリアは、第一次世界大戦の結果1920年8月10日に締結されたセーブル条約により、オスマン帝国からフランスの委任統治下に入った領土である。当初はほぼ現在のシリアアラブ共和国、レバノン共和国及び、 トルコ共和国の破体権を合わせた地域であった。詳細は、オスマン帝国及び、EN、オットマンシリアを、参照詳細は、EN、オキュパイドエネミーテリトリーアドミニストレーションを、参照1918年11月に第一次、世界大戦が終結すると、11月8日に一旦は、イギリス、フランスとも、アラブの独立を支持した。 1918年11月23日には、このうち、フサイン・イブン・アリーの子で、ダマスカスに入場したファイサル・イブン・フサインの部下、アリリザエル・リッカビが置いた東部を統治し、フサイン・イブン・アリーの三男ファイサル・イブン・フサインを主犯とするアラブ政府が成立した。このアラブ政府は、シリアを基盤としたいファイサルによりシリア人を徴用した、構成となっていた。これに対しフランスはシリアを、 自国の勢力範囲とみなしていて、シリア民衆の支持を得ようとしているアラブ政府を敵対視し,した。また、フランスはサイクスピコ協定をもとに、イギリスに対し、シリアにおけるフランスの権益を認めさせるため、協定中のフランス勢力圏の北東部、モースル地方の権利放棄とパレスチュナにおけるイギリスの独占的地位を承認する取引を行った。 1919年1月パリ講和会議にファイサルは、フサインの代理として出席し、オスマン帝国領アラブ地域の民族自決の原則による独立と主権の承認を求めたが、フランスのシリアにおける権益確保の姿勢を崩すことはできなかった。このためアメリカ合衆国提案のアメリカ、イギリス、フランス及びイタリアの4カ国で住民移行調査を行う委員会が設置されたが、 アメリカ以外は不参加となり同国代表2名による組織となった。委員会の2名は1919 19年6月に現地に入って調査を開始した。1919年4月ファイサルは帰国し、6月議会選挙が行われ、全シリア議会が開催された。この議会においてパレスチナを含むシリアの主権とファイサルを国王とする。 立憲君主制国家として独立することを議決した。5月15日、ギリシャ軍がイズミルに上陸し、起土戦争が勃発。1919年8月アメリカ合衆国代表2名による住民移行調査委員会の調査報告書が出され、次のように今後の措置が提案された。この委員会報告に対し、フランスはイギリスの陰謀であると非難し、イギリス国内では、 対フランス関係が悪化するとの懸念と、シリア地方における軍の駐留経費が問題となった。このため、イギリスは1919 19年9月に、11月には、シリア地方から撤退し、西部はフランス軍、東部はアラブ軍と交代し、パレスチナ及びヨルダン川東岸だけ駐留を続けるとした。この決定によりフランスは9月に、シリアへ派兵を開始した。 同じ9月にファイサルは、ロンドンでこの通告を受け、抗議したもののこれが受け入れられなかったため、フランスと交渉を行った。この結果、条件付き2で、シリア内陸部でのアラブ政府の承認を取り付けた。1920年1月帰国したファイサルに対し、シリアの指導者はフランスが付けた条件を容認できないと非難し、即時完全独立を求め、 ファイサルもこれに同情せざるを得なかった。同月、散発的な武装放棄がシリア各地で起こり、フランスシリア戦争が始まった。詳細は、シリアアラブ王国を参照3月8日、シリア議会が開会され、同議会はパレスチナ及びレバノンを含む、全シリアはファイサルを国王とし、立憲君主制国家として独立することを再度宣言した。イラクについては別に、 イラク出身議員により、アブドゥッラーを国王とする立憲君主制国家とすることが宣言された。3月16日、アタチュルク率いるアンカラ政府がソ連との単独講和条約であるモスクワ条約を締結。4月、セーブル条約の元となったサンレモ会議で、アラブ地域におけるフランス及びイギリスの委任統治範囲が決定された。3。これにより、シリアは、 フランスの委任統治領と決定された。これに対し、シリア議会は5月に完全独立の要求と委任統治拒否を議決した。同月、キリキアの領土獲得を狙うフランスがトルコフランス戦争を開始。7月初め、レバノンに侵駐していたフランス軍はダマスカスに向けて進軍を開始し、ファイサルに委任統治受諾等を要求した。 ファイサルは独立を主張し激しく反発する議会を解散し、フランスの要求を受け入れることとした。7月23日のマイサランの戦い、同日にダマスカスを占領したフランス軍は28日、ファイサルをダマスカスから追放し、ファイサルはイタリアへ逃れた。フランス移民党治療レバノン、イギリス移民党治療パレスチナ、イギリス移民党治療メソポタミア、及び ヒジャーズ王国も参照フランス植民地統治に反発してシリアで発生した1925年から1927年にかけてのシリア大反乱においてフランス側によって公主刑に処される3人の反乱軍兵士1920年8月10日に旧連合国がオスマン帝国とセーブル条約を締結9月にフランスの空老高等弁務官により シリア地域は大レバノン、ダマスカス国、アレッポ国及びアラウイジ治地区に4分割され、各地域には知事が置かれた。1921年3月、カイロ会議。5月1日にジャバルドゥルーズ地区が別個の国として分離された。10月20日、トルコ・フランス戦争の講和条約であるアンカラ条約がフランスとアンカラ政府の間で締結され、アレキサンドレッタ地区が成立。 1922年9月9日、アンカラ政府はイズミルを奪還し、ギリシャ軍をアナトリアから駆逐すると、そのまま北へ向かいイスタンブール近くまで進軍して、イギリス軍と対峙しちゃなく危機を迎えた。10月11日に、a ツイとアンカラ政府の間で新たな講和条約のムダニア休戦協定が締結された。この時、アレキサンドレッタ地区はアレッポ国に編入された。 1924年には、アレキサンドレッタ地区が自治地区となった。12月1日、アレッポ国とダマスカス国を統合して、シリア国となった。1925年、アレキサンドレッタ自治地区が、直接、フランス移民統治領シリアに編入された。1930年5月14日、シリア国がシリア共和国となった。百三十二年六月十一日、 EN ムハンマドアリアル・アビドが大統領に就任。1934年、EN ムハンマドアリアル・アビドがフランスと独立交渉を開始したが、フランス側の条件に EN ハシム・アル・アタッシラらが反対。1936年、EN ハシム・アル・アタッシの呼びかけで、EN 1936シリアン・ゼネストが始まる。3月22日からパリで、EN ハシム・アル・アタッシュがフランスと交渉。フランス・シリア独立条約交渉の過程でヒトラーの脅威が高まったことから9月フランスが批准を拒否。9月27日 EN ・ハシム・アル・アタッシュがシリアに帰国。11月 EN ・ハシム・アル・アタッシュが選挙に勝利。12月3日アラウィー・ハ国とドゥルーズ・ハ国がシリア共和国に併合される。12月21日 EN ハシムアルアタッシが大統領に就任。1938年9月7日、アレキサンドレッタ自治地区が破イ共和国として独立。1946年4月17日、フランス軍がシリアから撤退。シリア共和国がフランスから独立。ありがとうございます。